MS&AD。 来週の同窓会ちょっと無理かも。何、またドタキャン？まあ最初から期待してないけどね。なあ、なんで生きてんだろうって思うことない？考えすぎ。何気なく生きるってことが誰かのためになってんだよ。なあ知ってる？今の俺たちの運転が未来を変えるんだって。この横断歩道最近できたんだよ。ロマンチストだねお二人は。なんで諦めない？自分の夢だけが人生じゃないからな。でも本当に私たちが今を生きることが未来を変えていくのかも。もう少しだけ未来に向かって、夢に向かって生きて。見ろよ。何気なく守ってるから。え、俺のこと？